クロスギアとは、1990年にバンダイさんが発売した、当時流行りの着せ替えおもちゃなのでおます。いわゆる、セイントセイヤのクロスシリーズみてえに、素体となるフィギュアに、装甲パーツを装着させて遊ぶ面白玩具なのだけれどもね。セイントクロスシリーズの人気に陰りが見える中、バンダイさんのクロス進行はとどまることを知らなかったもんざいもん。ぶっちゃけ、クロスという制約がある分、ロボットのフィギュアとしては中途半端な代物だったのでございます。なんだかなぁ。商品は、テレビアニメ版の機動警察パトレイバーから、イングラムとパイソンの2種類のレイバーが発売されたわけなのよ。内部フレームにはダイキャストを使用している豪華仕様。ところがね、装甲パーツを装着させると関節がほとんど動かなくなるのよ。わけわかめ。ポリキャップが硬い材質のため、割れるのが怖いんで、あんましいじくらない方が良いかもしれん。かもしれん。よもすえなことに、プロポーションが異なるイングラムとパイソンの内部フレームを共通にしちまった影響で、イングラムの方は、プロポーションが大きく崩れちまったのでございます。パーツが多いせいなのか保持力もいまいち、いやあんな感じもイングラムの方が上なのよ。その点、パイソンは普通の出来だったんでありがたかったものなんだい。ほんとかよ。パーツを強要することもできるのだけど、なんつうか、特にかっこよくもねえんで意味がないかもしれんやね。その点を加味しても、当時発売された機動警察パトレイバーの関連商品の中じゃ、マシな部類の商品だったのは間違いないのでございます。その通り。パイソンは、真鍋重工が製造した、警視庁警備部特殊2課所属の警察専用レイバーにして、テレビアニメ版における初の警察専用レイバー、アニメ本編では、特殊2課の第一小隊に配備され、1号機にはゴミ岡巡査部長、2号機には結城巡査が登場して地味に活躍したものなのよ。イングラムと同様、人型に近い形状でして、見た目は機動隊員そのもの、巷では、青いジムコマンドとか揶揄されてたモンジロウ。ワイヤー制御のマニピュレーターを持ち、大出力かつ重装甲ってんで、導入直後はそこそこの評価を得たレイバーだったはずなのよ。しかーし、次々と開発される新型の作業レイバーには性能の面で追い抜かれ、第二小隊にイングラムが導入されると、その評価は決定的になったのでしたとさ。とはいえ、第一小隊の隊員は至って普通のおまわりさんなわけでして、第二小隊のような知恵と勇気じゃなくてだね。日々の鍛錬によって性能の差を補っていたのよ。あないねえ。一話限りで主役を張るなど人気も高く、スタンスチェックを使っての肉弾戦など、見どころの多い機体だったわけなのよ。そうだ、その通り。ところがギッチョン、当時は、バンダイさんからはプラモデルが発売されなかったのですよ。参ったね。これには巷のモデラーも落胆したものよのう。ようやくプラモが出たのかと思えばね。当時流行りのソフビキットだったんだよね。あいたたたー。箱の中の具が、ソフビとペライ紙切れだった時の衝撃は忘れられんよね。遠足の弁当の中身が、ただの日の丸弁当だった時の衝撃に匹敵すると言っても過言じゃねえ。なので、おもちゃといえども、パイソンの立体物としては貴重な代物だったのよん。そうかそうか、よかったね。クロスギアパイソンの値段は2000円。先に発売されたイングラムよりも500円安いのが嬉しかったりしたもんよ。武器は、専用カノンとシールドが付属。スタンスチェックはついてないんで、同シリーズのイングラムや、プラモデルから流用するのがよろしかろうかと思いやす。ダイキャスト製の内部フレームはイングラムと共用。プロポーション的な、パイソンの方がしっくりくるような感じよね。でもね、まあ、なんだ。内部フレームのモールドがあまあまなんで、パーツを付け替えてまで遊ぶほどのもんじゃございやせん。当時としちゃ、ただただ脇役のパイソンの立体化が嬉しくて、おぜぜの許す限り買い込むつわものが続出したのでありんすよ。嘘こけー。正直なところ、当時のバンダイさんのおもちゃは、作りが甘いものが多かったりしたのよね。景気の悪化が顕在化してきた影響で、明らかにコストを削減しているような感じが、買ってるオイラたちにもひしひしと伝わってきたものよのう。クロスギア以外にも、デラックスパトレイバーとかいう大型アイテムも発売されてたのだけど、ライトやサウンドだけが売りの、すんげえヘッポコな代物だったそうなのさ。仲間が勝手泣いてたよ。そんななんで、パトレイバーの商品とクラー、モデラーは出来の良いガレキを愛好してたのだよね。これほんと。そんな中、クロスギアパイソンって商品はだね、小粒ながら、記憶に残るアイテムだったのは確かなことなのでござんすよ。はい。信じる信じないは、あなた次第。